ここからは三菱 UFJ 銀行と au 株コム証券、それぞれの特色をご説明いたします。まず、三菱 UFJ 銀行の n i s の特徴として、大きく次の3つが挙げられます。1つ目は、厳選された投資信託のラインアップです。三菱 UFJ 銀行が皆様の資産形成にとってお勧めできると判断した、長期投資に適した商品を中心に、投資信託を取り揃えています。 人気の e マクシススリムシリーズも取り扱っており、積立投資枠、成長投資枠のどちらでもご購入いただけます。2つ目は、いつもの銀行で気軽に運用を始められ、お取引の内容に応じてポンタポイントもたまり、お得に運用ができます。3つ目は、便利なインターネットバンキングサービス三菱 UFJ ダイレクトで、いつでもどこでもファンド購入や運用状況のご確認ができて便利です。 運用経験初心者の方、まずは投資信託から始めてみたいという方におすすめです。三菱 ufj 銀行は、皆様の資産形成を応援いたします。ぜひ、新しいニーサで投資を始めてみてはいかがでしょうか。次に、au 株コム証券のニーサの特徴をご紹介します。au 株コム証券のニーサでの取扱い商品は、投資信託以外にも株式や etf など。 多数商品があり少額からの投資やポンタポイントでの投資も可能ですまた au 株価無償券アプリでいつでもどこでもファンドのご購入運用状況の確認が可能という点がございます購入手数料が全て0円というのも嬉しいポイントです運用経験初心者から上級者株式運用にもチャレンジしてみたいという方におすすめですまた AU 株コム証券の発行対角付けは昨年の AA- から w a へと引き上げとなりました主要ネット証券会社の中ではナンバーワンです以上、三菱 UFJ 銀行と AU 株コム証券の特色をご説明させていただきました新ニーサで非課税期間が無期限化されより長期目線での資産形成に活用いただけます皆様の大切な資産をお預かりし 人生の長い時間をかけて資産を形成いただく上では、安心してお預けしていただくことのできる安定した高い信用力も重要だと思われます。三菱 UFJ 銀行のニーさはインターネットバンキング三菱 UFJ ダイレクトの投資信託の欄から、AU 株コム証券のニーさは三菱 UFJ 銀行 AU 株コム証券で検索または視聴ページのリンクからご解説いただけます。 三菱 UFJ フィナンシャルグループでは新 NISA がお客様にとって資産形成を活性化させるいいきっかけになると捉えておりますますお客様の大切なご資産をお預かりしている責任を果たしてまいります是非ご自身に合った NISA をお選びいただき三菱 UFJ フィナンシャルグループが皆様の資産形成の一助になりましたら幸いです最後になりますが本映像に関するご注意事項等を 次のページ以降に記載していますので必ずご確認ください本日はご視聴いただき誠にありがとうございました